大変お待たせをいたしました。えー、ただいまから第4回、そ打地方で暮らそう国民会議を開催をいたします。本日はご,ご多忙の中、ご参事いただき誠にありがとうございます。当会議の事務局を担当する、内閣官房町都市と仕事、創生本部事務,事務局の河合でございます。今回も会議の内容をより多くの皆様に発信できるよう、ニコニコ動画による生中継をさせていただいております。なお、梶山宏、地方創生担当大臣におかれましては、 申し訳ありませんが、急遽夕方まで国会対応が必要となりました。このため、国会が終わり次第会議の途中から参加をいたしたいということになっておりますので、あらかじめご承知をいただきたいと存じます。続きまして、本会の委員につきまして変更がありますので、ご紹介をさせていただきます。配布資料参考1をご覧いただきたいと思います。まず、全国市長会町人仕事を創生本部特別委員長として、 豊富市松浦市長に代わりまして、名張市、亀井市長がご就任をされております。なお、当日は欠席でございます。それから、一般社団法人、日本新聞協会専務理事として、川島様に代わりまして、西野様がご就任をされておられます。えー 続きまして高,橋高萩市小田木市長にに代わりまして宇部市久保,久保市長様がご就任をされておられますまたあの各委員の所属についても変化があった部分については更新をさせていただいておりますまた本日出席いただいております委員の皆様方及び事務局のメンバーのさらにはあのゲストスピーカーそれから大学生の代表の えー、メンバーにつきましてはあのー、恐縮ですが、お手元の座席表を持って返させていただきたいと存じます。また、ニコニコ動画をご覧の皆様方におかれましては、本日の資料につきましては、動画画面上のリンク先でご覧になられますので、よろしくお願いをいたします。えー、さて、大学進学時や就業時の若者を中心に、地方から大都市、とりわけ東京圏への人口の流出が続いており、 地方の人口減少が急速に進んでいますこの「そうだ地方で暮らそう国民会議」では地方に移住したいと考えている人の希望をかなえ地方に移り進みやすい環境を整えるにはお手元の配布資料参考2の本会議の規約にもありますとおり産官学金労減、すなわち政府や地方公共団体の取,取り組みだけでなく産業界学会金融界労働界言論界など 国民各層の取り組みが不可欠という問題意識のもとで地方,居住地方居住の金融を醸成し地方への新しい人の流れを作るための国民運動を推進しようと様々な分野からメンバーにお集まりをいただいております。また国の方では昨年12月に町人仕事創生総合戦略の改定版を策定しライフステージに応じた政策メニューの充実強化を打ち出しているところです。そこで今回 第4回、ソ田地方で暮らそう国民会議では、特に若者に向けた地方生活の魅力の発信をテーマに、テーマとして設定をさせていただいたところでございます。それでは議事に入らせていただきます。ここからの議事,につき、ま、議事進行につきましては、議長であります、日本商工会議所の三村会頭にお願いをいいいいたします三村会頭よろしししままますすす三三村村会よよろろくくおお願願議長の三村でございますどうぞよろしくお願い,いたします。 今回は若者に向けた地方生活の魅力の発信ということ、テーマ、これ、初めてのことだと思いますけれども、ここに重点を置きたいと、こういうことであります。ゲストスピーカーとして、地方移住経験者お2人から、移住に至ったきっ,けあのきっかけ、あるいは移住までに苦労したこと、助けられたこと、移住後に発見した地方の魅力、 情報発発信のあり方についいいいてご発言たただきたいと思いますその後、まあ、若者の代表、頑張ってください、大学生お二人に来ていただきました、<laughs> 発言に対するコメントをお願いしたいと思っております、その後、後各委員から若者にとっての地方生活の魅力や情報発信のあり方、 についいいいてご発言たただきたいと思います、えー、本日のゲストスピーカーにつきましては、お手元のファイルをご覧いただきたいと思います。えー、それでは実際に東京から愛媛県の伊予市ですか、に移住されて、移住サポートセンターで移住カウンセラーを務めておられる川口さやかさんより、まずお話を伺っていただいてます。 沈む夕日が立ち止まる町愛媛県予市二見町から参りました川口紗友香と申しますよろしくお願いしますまず自己紹介です千葉県柏市生まれ東京で就職していましたが今から5年前29歳の時に愛媛県予市へ移住し地域おこし協力隊として3年間従事しました任期後から現在は2年間フリーターで みかんの収穫といった農半期のアルバイトや地域のお店のお手伝いなど掛け持ちして生計を立てています副業の一つとして昨年6月から移住サポートセンターのお仕事もお手伝いしております続いて移住のきっかけですもともと旅行が好きでいろんな場所や人に出会ううちその土地の生活文化を体験するような旅を求めるようになりましたウーフや 田舎暮らしツアーなどで地方での暮らしを体感し、手作りの暮らしや能的な暮らしへ憧れるようになりました。そこへ東日本大震災が起こり、放射能の不安や都会生活の違和感を感じ、ますます東京で暮らしていくことへの疑問が募っていきました。東京だからこそできたこと、学べることは多かったのですが、自分が求める答えを生きる、そういう生き方をしたいと思い、 いいよいよ移住ししよううという気持ちになりました移住するまでの苦労としてはこういう暮らしがしたいという希望はあったものの仕事としてやりたいことがあったわけではなかったのでいわゆる自分探しに時間がかかりふらふらしていた期間が長かったので結果親との衝突もありました。ラッキーだったのはは地域おこし協力隊は家仕事付きで なりわい探しは仕事をしながら探せばよかったということでしょうか行ってみて分かった魅力はとにかく人の魅力がものすごいということです移住する前は自分本位のイメージしか考えていませんでしたが行ってみて人との関わりの中で豊かな暮らしが実現できていることを日々実感します心地よい距離感で私のことを気にかけてくれ ふととした一言がユーモアと思いやってみたいと思ったことは少し変わったことでも否定せずに応援してくれ力になってくれるみんな器が大きくて優しい人ばかりなので余計に相乗効果が起きているなと思いますこの人たちがいるからここで暮らしていきたいと思い続けられるようになりました あとやはり食べ物が美味しいです目の前の海隣の畑といった距離鮮度近所のおじさんおばさんといった作り手を知っているということが美味しさに直結していると感じます他にも何気ないこと鼻のつぼみが膨らんできたなとか海の青さあのおばちゃんが今日も元気など小さなことが毎日たくさん幸せだと感じています 協力隊の時も今もイヨシへの移住のお手伝いをさせてもらっていますがそこで感じていることを少しお話しします私は女一人で来ており困難なこともあるけれど基本的には主に経済的な面で気楽な身分ですただこの春県内ではありますが新しい場所で家族を持つことになったので現在家と仕事を探しており改めて移住の大変さを実感しています これまで移住されたご家族を見ていてお子さんがたくさんいらっしゃる方もいるのですが知らない場所で仕事や家を決めて家族を養っていくということは本当にすごいことだなと感じています改めて移住を考える人のサポートをする立場の大事さを感じました最後に地方はどこでも魅力にあふれる素晴らしいところだと思いますただ出会いと相性はあると思います まずは出会いということでせっかくなので私が住むイオシでの窓口を紹介します愛媛県イオシ移住サポートセンターいオりんですイオシはもともと複数の地域団体が移住に取り組んでいましたが昨年の6月に統一の窓口として民間主導で誕生しましたちょうど今週末に有楽町で愛ある愛媛暮らしフェアという愛媛県の移住相談会がありイオリも参加しますまた新たな出会いがあることを期待しています 発表は以上ですありがとうございました川口さんありがとうございました続いて東京から長野県原村に移住され会社勤務されている堀之内浩二さんよりお話を伺いますよろしくお願いしますはいお願いします、えー、大変緊張してますが超一般人移住者の代表の気持ちでありのままの移住ライフをお話しさせていただければと思います 地方で暮らすリアルな日常どうぞよろしくお願いします2ページ目お願いいたします今私が住んでいる長野県にあります住んでいるのは長野県にあります原村という小さな村です東京からは車で2時間30分ぐらいでしょうか写真に写っているのは私の家から近所から撮影された八ヶ岳です人口約7500人 八ヶ岳と諏訪湖に広がる高原地帯で標高は高原というだけあって900メーターから1300メーターにもなります夏はエアコンいらずの過ごしやすい反面冬は気温がプラスになることはほぼなく寒冷地と呼ばれている場所です移住に至った経緯ですが19歳で東京に上京しまして24歳で結婚して26歳で子供が生まれ東京での暮らしは大変忙しくも充実をしていました 子どもが大きくなるにつれ環境も変化していき子どもの将来家族の将来そして自分自身の将来のことを考える機会が増えました東京で暮らすことがイコール自分,自分らしく暮らすことじゃないんじゃないかと感じたことがまず最初の大きな動機でしたそしてその動機がだんだんと家族と話し合うことで膨らんでいき 東京の暮らしに必然性を感じなくなりました移住候補は複数件あり候補地を3年かけて何度も何度も巡りましたその中であの東日本大震災を体験し最後の一押しとして決断に至りましたはい、ページめくってください3ページになりますここで私のいつもの暮らしということで普段の暮らしを紹介させていただきたいと思います 明らかに東京で東京ではなかった暮らしの中でのあの一部を切り取っております。まず左上薪割りです。あの我が家はあの薪ストーブを使っています毎年7流。立米軽トラで言うと10%杯以上の薪が必要となります。で、燃料となる薪はえ、松、赤松、間伐材を利用しましてこちらを頂戴したり伐採を手伝いに行ったりしまして利用しています。 それから左下、こちら雪かきですね。豪雪地帯ではありませんが、雪は例年やはり降ります。冬は雪かきをしないと家を出れないこともあります。写真で万歳をしているのがうちの長女です。東京でえ6歳ぐらいまで過ごした。あ4歳かな過ごしました。で、今では雪の中をとこ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 1キロぐらいかけてバス停まで行きまして、バス通学を多くなっております。 そして右隣こちらが私の職場です株式会社池の平ホテルリゾーツ標高が千四百五十メートルの白樺湖畔のリゾート地となります大変理解がある会社で私は移住して入社をしたんですけれどもよそ者扱いされることは一切なく会社の理解がある中で気持ちよく働かせてもらっております 単身者 I ターン U ターンそれから母子家庭の方に至るまで受け入れが十分整っており気持ちよい職場となっておりますはいめくってくださいちょっと時間がないのでペースを上げます地方の魅力イベント地域活動になります丸 ① 番が御柱祭りこちらは諏訪地方で行われているとても大きな祭りで写真はその,その中の地域の神社になります小宮というお祭りになります で丸 2, 番あ2番が登山こちらは私の家から歩いていける距離にある登山道になってこちら阿弥陀岳の山頂になりますそれからライブ企画運営4番がホスラの映画祭5番がホスラのイルミネーションこちらはボランティアスタッフだけで行っている地域活動になりますライ,ブライブに関しましては1,000名近い周囲を集めたプロのミュージシャンプロのミュージシャンを呼んで 企画運営を行いました割愛しますすいません次めくっていただきまして最後資料5番になります最後に地,地方の魅力についてです今回このお話をいただき改めてこれまでの生活を振り返ることができました地方の魅力について感じることは東京の生活でのお金や社会的なものから少し距離を取ったことで たくさんの人と出会い分かち合う時間が増えましたそしてそれは本当の充足感を与えてくれています自分自身が資源となって家庭地域社会仕事それぞれに貢献する中でそのエネルギーがそれぞれに返ってくるこの循環こそが地方の魅力だと感じておりますはい以上ですありがとうございます 森野内さんありがとうございましたでは今の発表に対して本日参加いただいている大学生お二人からコメントしてもらいます園山さん姫野さん順番にお願いしますはい、慶応義塾大学4年の園山と申しますよろしくお願いいたします私自身が福岡県の北九州市の出身で大学の進学をきっかけに東京に参りました来月から社会人となるわけですけれども周りの友人を見てみると 就職の割合的にはやはりまだ地方に戻るとか U ターン、I ターンっていうすることをしているというような友人はちょっとまだ少ないかなという体感があるんですけれども大学時代に地方の関わりがあった人インターンシップで行っていたりだとかあと学校でのフィールドワークで現地に行ったことがあるというような友人はやはり高確率でそのまま U ターン、I ターンを決めているというような感覚があります。 私自身4年間東京で過ごして、まあ、情報や人という点においてあまり地方と触れ合う機会がなかったかなっていうふうにお二人のお話を聞い伺って感じました4年間私自身は福岡県の学生寮にいたんですけれどもやはりそういったコミュニティを作っていくっていうことやあと北九州市市役所の方と広報イベントとして北九フェスの学生運営を行うなどの まあ東京にいつつも地元の人との交流があるとか情報があるといったことでだいぶ地方への行ってみたいけどどんなところか分からないといったようなそういう不安とかを解消するすべが作れるのではないかなと感じます。 なのでお、まあ、二方のお話を聞いてみて、やはり実際に行ってみるまでに、今の大学生はちょっとハードルを持っているかなという感覚がありますので、企業や行政と大学生のコミュニティまた東京にいる大学生同士でのコミュニティを作るということが、一番必要なのではないかなと考えました。あありりががととううごござざいいいいままますすはしした <laughs> で姫野さんお願いします えっと川口さん、堀之内さん、えー、貴重なお話を大変ありがとうございました。えー、っと私は、都市で生まれ育った学生としてあの会議に参加させていただいておりますので、えー、若者の中でも大学生に焦点を当ててコメントをさせていただきます。えーっとですねえー、お二方の,あのお話を聞いて、まあ、共通されているかなと思ったのが、やっぱり、あの 農村での生活だとかあとはその子育てに適した環境だったり地域の,あのつながりみたいなものをあの求めてあのその地方の方に行かれたんじゃないかなというふうに思ったんですけれども。 えとその大学生で言いますと特に4年生ですとその就職活動だったりとかで大体皆さんあの欲しいって思うものがその競争社会で生き抜くためのスキルだとか、まあ、それが得られるための経験っていうのが、まあ、なんか多くの人が求めてるものなんじゃないかなというふうに感じてます。でえー、とそういったものに関しましまて例えばその 都市だとその人だったり、まあ、企業だったりとかすごい集まっててそういうものが得られる機会ってどうしても地方より多いんじゃないかなっていうふうにあの僕としては感じます。でだから、えっと、逆にですねその地方でしか得られない経験だとかってあのもちろんあると思っててそういうものがあのなんとなくあるよねじゃなくてもっと明文化されてあの本当にそれを目的に。あの なんか学生がその地方とかに行くみたいな動きとかが起こればまああの今までそのあの地方に行く経験のなかった人とかも行く機会になるんじゃないかなと思いましたえとそれでですねあのスキルとかまあ経験だけじゃなくてまあ大学生が求めているものまあお金だったりあのまあ大きい家が買えるよとかえっとまあなんかいろいろあると思うんで。 あのそういったものも合わせて、ただあの森林があるよとか美味しいものがあるよだけじゃなくて、何が手に入るようまであの教えていただけるとすごい生きやすいなと感じます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あのいいコメントだったと思います。お <laughs> 二人ともね、はい、どうも。えー、それでは。<laughs> これかからら各委員からお発言いただきたい,と思います今日あは15名おられるんで、えー、本当はたくさんお聞かせいただきたいんですけど、1人5分ということで、厳密に事務局が管理いたしますので、どうも申し訳ございませんが、よろしくご協力いただきたいと思います。それでは最初に、遠方からご参加いただいている方を先にしゃべっていただきますが、1番目として NPO 法人、田舎のヒロインズ理事長、大津恵理様。 よろしくお願いします。あ、すみません。皆さんこんにちは。えー、熊本県南阿蘇村から参りました。田舎のヒロインズという NPO の代表をしております。えー、今から五分間で発言というのはこの地方で暮らそうということについての発言をということなんですが、その前にちょっと一つお伺い事務局にお伺いしたいことがありまして。 このニコニコ動画は誰向けになぜ発信しているのか先ほどからコメント流れてるんですけどひどいコメントばかりですね地方に暮らすとかド M じゃとかあの絶対都会の方がいい100%いろんなしとか学生は何も分かってない夢もとにり状態だなとかネガティブキャンペーンになるぐらいだったら動画の配信はやめた方がいいと思いますし本当に田舎の。 田舎に住んでもいいっていうのが選択肢になっていただきたいっていうのは本心ですがえ都会に住んでる人に喧嘩を売ってるわけでは決してないので <laughs> 都会が悪いって言ってて田舎がいいぞって言ってるんではなくって選択肢を増やすというのがこの回の目的なんではないかなと思いますのでえどこに対して発信するのかでこれもリアルで流していった場合私たち委員はまだしもですねこうやって夢を持って田舎暮らしを始められていながら。 やっぱり耳に入ったら嫌なこと、現実分かってないみたいなこと言われるのも、ま覚悟の上なのかもしれないですけど、あの情報発信の仕方というものについて今一度お考えいただければなというふうに思います。そういった上で私自身は都会で育って田舎に住、ま惚れた相手が熊本出身だったという <laughs> あの状況ですが、あの後悔は全くしていません。 子供が4人います会議室にまだいてもしかして後で騒いでお騒がせするかもしれませんが都会でもし4人の子どもを自分が育てていたらと思うと自分の選択肢で今は良かったなというふうふに思っていますただテロップあのご意見いっぱい出ている中でも分かるのですが確かに義務教育学校とか病院とかそういうことになったら確かにまだまだっていうところはいっぱいあります。 ただ一方で技術革新で AI だったり遠隔治療だったりということも進んでいるわけですからそれに対して今の段階で何にも田舎何にもないほらどんどん出てますねあの都会じゃなくてよかったんだろうねあのそういう意見もある中での夢物語としてではなくってじゃあそこがどういう比較なのか失う。あの 収入は私も先輩に園山さんの先輩になるわけですが去年ですねあ一昨年ですねすいません慶応大学の就職活動のセミナーの一環で呼んでいただいたんです慶応やるな <laughs> 農業してるんですがあの就活セミナーの一環で呼ばれてるんですね。でその慶応を出ても大学 進学もしくは大企業に勤めるということが当たり前なのではなくて農業林業もしくはそうじゃない IT で地方暮らしっていうのもありではないかという選択肢というものを増やしていきたいという思いはあります。NPO 法人田舎のヒロインズというのは女性農業者を中心とした全国組織なんですが主に子育て世代の農家の嫁さんもしくは娘さんたちが中心で。 なんと理事がは七人で事務局も含めて子どもが二十一人でにお腹に入っている子も含めると二十三人みたいなすごい生産力を誇っているんですが <laughs> えそういう中での子育ての現状確かに子どもたちが野山を駆け回っていて地震の時に広いところに逃げろって言ったタハタに逃げましたでもしすべてを失っていても倉庫には米がありましたそのレジリエンスというかそこそこの強さっていうのは誰に に対しても自信を持って言えますが、じゃあそのせん、えー、教育の選択肢があるか、病院に託どういうどうするのかっていうのがこれからこうそうだ地方で暮らすを国民会議の中で、えー、議論していければいいことなんじゃないかなというふうに思います。すごく丁寧に持ち時間をいただくので、あのこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。あの私は昔ニコニコ動画でもう経産省のげ 原子力政策でもう2年間流され見ないことにしてんですよ。<laughs> えー、いいそれはいろんな考え方の人いますからねだから全国の人をありたらああい人を全部説得するなんてことは無理に決まってるわけですよ。ですからやっぱり堂々とですね僕がお願いしたいのはこれ,これでいいと思いますよ。あの はっきり言っていただいて中に共感してくれる人がたくさんいればそれはそれでいいじゃないですかというふうに僕は思いますのでどうぞ気にしないでむしろやっていただいた方がいいと思います <laughs>、はい、さて2番目として n p 法人グリーンバレー理事長の大,な大南信也さん、はい、お願いいたします。はいえー、私の方からはは点申し上げたいいとと思いますで1番目は若者にとって での地方生活の魅力っていうところです。で、あの2人のちょっと移住者の動きっていうのをご紹介したいと思います。で、まず、あの渡辺智美さんっていうのは2015年に神山に移住してきてます。で、もともとあの大手の証券会社であの投資信託の営業をやられとったようです。で、どうしてもあの答申答申って言えば長期保有が有利なわけですけども、やっぱりこうフィービジネスですよね。だから、あのー。 この長期保有が有利だけどもお客さんにはできるだけこの手数料が証券会社に落ちるような営業をしてしまうというようなところで違和感を持っていた中でまあ2015年に神山に移住してきた中で今あの上山プロジェクトっていうのをやってますでこれはあの間伐材を活用することによって結果的に山の整備を進んで神山の,あの川に水を取り戻そうっていうあのプロジェクトです。 であの乾麦剤を使った杉の器なんかを作ってますけどもあの、まあ、渡辺さんの話によると給料は確かにに半減以下になりましたとでも生活の充実度とかあるいは暮らしの質はもう断然それをあり余るようなものがあの得ておってで今はこの自分の本当にこういいもの 好きなものをあの相手にお客さんに勧められる点で、あの非常に充実度は高いですというような話です。一方、マナス・スイーニーさんっていうのはアイルランドからあの2016年に神山に移住してきてます。で、前に住んでおったのはアムステルダム。で、この、えー、ちょうど昨日このビールの醸造の許可が出て、でこれから神山であのクラフトビールの製造をあの始めます。 でやっぱりこのクリエイティブなことをライフワークにしたいっていうアムステルダム時代からの,この思いっていうのが結果的にまあ自分の異国である神山であの叶ったというふうに本人は非常に喜んでます。であのー、多分こう好きなこととかやりたいことをまあ地方にいれば仕事にできる可能性は格段に高いと思います。それとともに 自分の存在を感じながら生活をできるっていうのは非常に大きいんじゃないかなと思います。例えば東京圏だと人口が3500万、神山は5 0あの300です。だからまあある,ある意味あの単純に言えば6600倍のある意味あの人間としての存在感は発揮できるんかなというようなところです。一方情報発信のあり方っていうのではあのまあこの左側の下にあの河原の中でこうなんかテレビ会議をしルズあのず この付近というのは年こういうようなところで無線 LAN の電波を飛ばすっていう話を例えば役場に持っていったらじゃあ仮に1万人入ってあの神山に人間が入ってきたとしてでどれぐらいの人たちがこの当時は2007年なんであのスマホ一般的じゃないからあの、まあ、無線機能付きのパソコンなわけですよね。 だからじゃあ1万人のうち何人がこのパソコンを紙みに持ってくるでしょうってじゃあまあ10人ぐらいかも分からんなとじゃあその10人のうちで何人ぐらいがそれを開けましょうみたいな非常に現実的なこう話をするわけですところがじゃあ1万人のうち1人かも分からんとだから1万人で1人しかあのまあ使わんようなものをそこに整備しては無駄やっていう考え方ですよね。そそうううしししたたに私のの説明ととったのはいやそうじゃななくて、Google、がマウンテンビューで実現しよ,うようなことを この日本の山の中の神山というところでやられるような人たちがいるっていうことに対して反応する人たちが必ずおるんやでそういう人たちが神山が必要としている人だからこの無線 LAN の電波っていうのはこの単純にこのあのノートパソコンに届く必要はなくてそういう人たちに届けばこれは目的は達成するんですよっていう話を説明してました。でこのサンサっていう会社は神山では初めてサテラられておいたあの名刺管理の会社です。 でこの三ん,んの寺井社長が今から数年前この雑誌のある雑誌のインタビューの中で「山さ,んさんは神山サテライトとして第一号でしたね」ってその時の,あの寺井社長の答えが「いやたまたまです」で私さんさんがこの場所を見つけなくても。も IT ベンチャーは必ずこの場所は確実に見つけたと思いますっていうことは自分たちがこう出し寄ったあのまあ言うと電波をきちっと受け止める人たちがおったっていうことだと思います。ということは結果的にこの移住の長所とか優遇だけではなくて受け入れ側の感性とか物事に対する向き合い方っていうのをきちっと発信する必要があるんかなというふうに思います以上です。 はい、ありがとうございました。三三て前回のあれで、あ、あの発表していただきました発表していただきましたよね。はい、はい、よくよく協しております。えー、それでは次はあ黒澤さん、よろしくお願いします。はい、えー、黒澤です。えっ、ー、と私は高知の方から参りました。えっ、ー、とお手元に資料が入ってると思いますので、ちょっと,、えー、と連携高知広域都市圏の概要というふうに書いてあるやつですね。 えとまず今大南さんのお話聞いてとてもえその通りだなというふうに思ったのはえと若者だけが移住してきてもですね地域にえ根付くにはなかなか難しいなとやっぱり大南さんがキーパーソンだから神山はこれだけの成果を上げてるんだなっていうのをえと前からずっとそう思ってたんですけれどもえ逆に我々の県もですね そういう人間を大切にしながら、これはシニアの役割だと思いますので、私はシニアとしてここに来ておりますので、まあ、多少あの自画自賛というかです、ね、自分のところに話を持っていくためにそういう話をしました。えっ、ーと,えー、と、高知県の人口はです、ね、社人協の試算によると、2060年には76万4千人から39万人まで落ち込むとされています。人口ビジョンにおいて、将来の人口の展望を55万7千人以上にすることを、 高知県は目標に今、頑張っているところなんですけれども、一方で、えー、高知市への人口集中は全然止まらずにですね、えーまあ、高知における、えー、東京が、えー、今、高知市になっているという状況を何とかしなきゃいかんということで、ですね、えー、この連携高知・広域,域都市圏構想というのを作りました。えー、これはあの、えー、連携中枢都市圏構想を利用してですね、 高知市が逆の人の流れを作ろうとして今やっていることで、一番最初のページに今、ご説明したようなことが書いてございますでめ。めくっていただきますと、それを実現する具体的な方法として、今、高知市がこの春から取り組もうとしているのが、高知市の2段階移住推進事業というのがございまして、これはまあ簡単に言いますといきなりカントリーサイドに。 移住するのはなかなかハードルが高かろうと、まず高知市内のまあ都市機能がしっかり整ったところにゆっくりと移住していただいてです、ね、そこでまあ何年かかっても構わんから、自分の好きなところを探してもらいましょうと、そのため、高知市は応援しますよという制度だと考えてください。まあ、具体的には、お試し移住の、これはあの県の職員住宅を借りたりしてますけれども、それとか、例えば高知を探しに行くための タクシー代の補助とかですね、それから、まあ、あのいろいろなあのレンタカー費用、そ,その他いろいろなあのきめ細かな施策を入れて、2、まあ、段階移住という新しい移住スタイルをですね、えーまあ、あのこれはあの若い者だけではなくて、えー、とシニアも含めてです、ね、今、進めております。で、その次のページ、えー、と高知からのご提案、2段階移住の進めというチラシがあのちょっとあの入ってると思いますけれども、これはあのこの春から、 いろんなところで配ろうとしているチラシでございます。とそのちょっと派手な新聞も入ってますけど、二段階移住がおすすめって書いてある。子供があの川に飛び込もうとされてます。知ってますけど、その左の下の方に。 私の昔の2年ぐらい前はちょっと、まだちょっと若かった頃の写真を入れていただいて、ですねまあレコメンダーにレコメンドしているという、こういうちょっと派手なチラシで、ですね2段階維持を今、一生懸命整えているところでございます。最後は、ですねちょっと読みにくいんですけど、チームシーナ、チームシーナ、王式という、これはシーナっていう小さな港が、ですね補助金を使わずに自分たちの 漁協のお金で,です、ね、若い人たちを呼び込もうとして、新しく作った、えーとまあ、リクルートブックですね、あのさっと見ていただくと、えーまあ、かっこいい職業だぞと、それから、えー、給料制なので、えー、何年かはあのちゃんとした生活をあの確立できるぞということをです、ねまあ、若い人たち向けに、えー、ある意味若、分か 分かりやすい形でですね。作ったパンフレットなので、皆さんのお手元にえー、配っておりますので、後ほどちょっと細かく見ていただけたらと思います。え、えっと私の方からのご報告は以上です。はい、ありがとうございました。えー、続いて、np 法人地図帳森の幼稚園丸田んぼ <laughs> 理事長の西村佐江子さんよろしくお願いいたします。 皆さん、こんばんは。地図帳のあの山の中から参りました。あの森の内丸田んぼの西村です。えっと、ゲストの皆さん、貴重なお話ありがとうございました。えっと、あの若者にとっての地方。 地方生活の魅力ということであの私から2つお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、一つはですねやっぱりその将来につながる部分として自己実現としてのお仕事ですね仕事のチャンスというのは確かに都会にも多いんですけれどもあの見方を見あの変えると地方にもたくさんチャンスがあ,あるのではないかなというふうに感じています。あのお客さんんももも少少ななないいいででですすすけれれども競合する人も少ないとといううことなの,であの上手にやればですねうまくビジネス 広げておられる方はたくさんおられるので、まあ、仕事をする自己実現をする場としての地方という魅力は一つあるのかなと思うんですけれども私がここで声を大にして言いたいのはもう一つの部分でやっぱり子育ての場としての魅力というところがやはり私どもとしては一番伝えたいところであります。 であのまあ、都会に比べて満足いくそしてストレスの少ない子育ての場っていうのが、まあ、地方にはあるのではないかなっていうふうに考えているんですけれどもこの地図庁ではですね具体的にはですね産む育てる学ぶということを一貫してです、ね、地方ならではの自然をたっぷり生かした子育ての場というところをあの作っていけたらいいなというふうなことであの行政も一緒になってですねそういった場づくりをしているという ことですであのそもそも私たちがやっている森の幼稚園というのはもう10年になるんですけれどもあの子どもを毎日毎日森で育てるということであの、えっとまあ、雨が降っても雪が降っても森で過ごしている縁者を持たずにあの行う活動なんですけれども、まあ、なんでそんなことを始めたかというとです、ね、私も実は東京からの移住者なんですがあの地域での子育てっていうのは本当にあの生活のクオリティが高いというところがあるんです。<laughs> あの生活あの空気ととかあの水があのいいと とかですね、あの安全な食べ物にアクセスしやすいとかっていうのはあるんですけれども先ほどから委員の方が言われているようにやっぱり教育の選択肢というのが少ないというところがあると思うんですねでそこに挑戦したいということで都会では絶対できないことを地方でやりたいということでこの森の幼稚園を始めましたであのおかげさまでですねこれ今までに40家庭以上があのこの森の幼稚園に入るために移住してこられてあのお父さんお母さんの数入れると100人以上が地図庁に移住されてきていますで で次なる目標として今4年前からです、ね、新しい学びの場としてあの神殿サドベリーースクールといいうのにも挑戦していますあの森の家を出た子がです、ね、新しい学びができる場所ということであのこの学校はあの一言で言うのはなかなか難しいんですけれども本当に学校自体の運営をですべ、ね、て子どもたちがやっていくということで予算を決めたりとかあのスタッフの罷免権も子どもたちがありますのであのスタッフもうかうかと働いてられないというところがあります。そうやって全て子どもたちに委ねて 一緒に考えていくというあの学校をやっております。こちらも今3年目になるんですけれども、現在小学1年生から高校生までの子が11名通っておりまして、この4月からさらに7名の子どもたちがあの通ってくれることになっております。こちらの方も移住者がえっと8名ぐらいおられます。はい、そんなことでですね。ま公教育とは別の新しい学びの場というのに対する。あのニーズというのもすごく感じているので、そういったことをこの地方でですね。どんどん挑戦していったらいいんじゃないか？なと という,ふうにも考えておりますで最後にあの私たちが今挑戦しているのがですね地図庁に産む場所赤ちゃんを産む場所を作りたいということでこれも地図庁が主体になって動いているんですけれどもあのなるべくその医療に頼らないでお母さんをしっかり鍛えてですねあの妊娠中から薪割りをしたりとか畑仕事をしたりとかその 地図の豊かな自然の中でしっかり体を鍛えることでつるつるピカピカな赤ちゃんが生まれるとそういったですねあの余計な医療介入をしないであの元気な赤ちゃんを産むというそういった場所を作ろうとしているんですけれどもそういったものができるとですねあの なかなか都会ではそういった体験ができませんので、あの長期滞在をして地図帳で赤ちゃんを産みたいっていう人たちも出てくるのではないかなというようなことも考えています。この参院が来年できる予定なんですけれども、あのそうなりますとその産む育てる学ぶということが一つ一貫してできるということになってくるのかなと思っています。で、情報発信の部分なんですけれども、あのいろいろなコンテンツを点として伝えることもすごく大事だとは思うんですけれども、やっぱり若者これから将来をあのに 若者に対しては、やっぱりその線として、面としてというか、その1つのコンテンツだけではなくて、それがどういうふうにつながっていくのか、トータルでどういう人生をその地方で過ごしていくことができるのか、そういったつながりのある情報発信というのも必要なのかなというふうに考えておりまして、私たち、このモデルをですねどんどん都会の若者たちに伝えていきたいなというふうに考えているところです。ありがとうございいました <laughs> はいいありがとうございました続いて地方公共団体より山口県宇部市長久保田喜美子さんとお呼びするんですか、はい、初めての参加よろしくお願いいたします。 山口県宇部市長久保田でございます。皆様のあのご意見発表共感を持ってまた興味深く拝聴させていただきました。私自身もあの東京で生まれ育って本当縁あって山口県宇部市出身のパートナーと今山口県宇部市で暮らしておりますが結婚当初は山口県に帰ることは絶対ないというようなことであのずっと東京関東地域で暮らしておりました。まあ子供が生まれた頃からですね。 やはり子育てするならふるさとでと今のようなキャッチフレーズのようなそういったことを夫婦で話し合うようになりましたが先ほど来のテーマでもありました急に地方都市で暮らせるのかっていうのは私自身もありました。そこで何年かかけて休みのたびに 山口県に行行ってみよう旅行してみみよよううう旅しというそういうことから始めたわけですけれどもでも実際に暮らし始めてみたら本当にこんなにいいところが日本にあったのかというぐらいに豊かなこの自然海山川湖そしてお魚がおいしい野菜が新鮮そして先ほど来も出てますが本当物価が安い暮らしやすいあったかい人情。 もう本当にここに決めてよかったなということで子どもまた2人目を出産しというそういう暮らしをしてきておりますがただそうは言っても実際に子どもを育て保育園に行かせ学校に通わせという中でやはりいろんな地域の課題も見えてきますそういうことをお母さんの友達ママ友ですね話をするとみんな思っているじゃあどうしようかと。 役所に言いに行ってもねなかなか変えてもらえないよね。 そういういことからだんだんん市民活動みんなでサークル作って勉強してみようよとかですねそんなことがどん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 いってないものなら十分ないんなら自分たちで作ってみようそういった市民活動につながっていきまして勉強会教育であったり環境問題であったり女性の問題であったりそういったことを地方でもやりたいと思っている人がたくさんいることが分かりそういう活動が広がっていきまし そしてここまで私も今政治に深く関わっていることになりましたけれども地方は豊かであるそして魅力がたくさんあるということをもっともっとみんなが知っていけば無理無理なくですねそういう人の移動が 徐々にできていくのではないかなと、そのように思います。価値観も多様化しています。そして、本当に地方でも暮らしやすさが様々工夫をされ、え、そして、場合によっては。あの、その空間の広がりですね。え、なんでこんな都会で苦労しなきゃいけないんだろうか。ですね。私なんか高校時代からラッシュに揉まれて、通学をしてたと。と信じられないような暮らしだったと思っています。ですから、そういった本当の豊かさって何だろう。 え、そういう価値観のつなあの広がりにも、この今の地方暮らしの取り組みですねえ。全国で取り組まれている地方創生の取り組みは広がっていけるのではないかと。私は自分の経験からも感じております。まあ、そういう中で、今日の資料で、まあ、まずは山口県の宇部市でどこかという資料、あの地面に入れさせていただいております。まあ、非常に教育機関医療機関、そして職場。 農林水産業からものづくりそして ICT インターネットさまざまなものがありますそして暮らしやすさというところこういった評価も頂い,いておりますそういう中でその裏面に入れておりますがそうは言っても私自身も慎重に考え考え移住をしたわけですので学生の皆さんに。 こういったやっぱり体験をする機会をもっと作ったらいいのではないかと、まあ、そこで今インターンシップワクワク体験インターンシップというのを始めましたおかげさまで大変好評で多くの東京からの学生の方また地元他市の出身で地元大学にあので学んでらっしゃる学生さん そういう方々も参加をしていただいておりますで、住まいのサポートもいたします、こういう学生時代に時間のゆとりがあるときに、地方の魅力を知る、多様な価値観に触れていく、そういったことが、この日本全体の地方創生、各地域の地方創生につながるんではないかなと、そのように思って、こういったことをご紹介させていただきまましたどどうもありがとうううももあありりががととごござざいいすました。 続いて、高知大学副学長地域連携推進センター長、請田博之様、よろしくお願いします。はい。えー、皆さん、こんばんは。えー、っと、私、あの、地方大学の、まあ、典型的なところであります。高知大学で、えー、現在、あの、地域連携の、えー、現場の責任者をしております。請田博之と申します。えー、私も、あの、園山さんと一緒で、出身は北九州市なんですけれども。 現在は高知市で26年間、ですからまあ私も移住したようなもんなんですけれども、学生の教育等をやっております。で資料はあの特につけておりません。で先ほどあの川口さん、堀之内さんの、えー、ご発表、また園山さん、姫野さんのコメントを拝聴して、そして私があの現場で感じていることを合わせて、コメントをさせていただきたいと思います。えっと、まずあの 今若い方が何を求めてるかっていうとやっぱりあの何よりもやりがいを求めてるでそのやりがいをどういうふうに分解してみるかっていう時に一、まあ、つは達成感がが得られれるかかどうかこれが1つポイントになりますそれから2つ目は感謝されるでこの感謝される体験が多くなるとやりがいが増していきます。で3つ目は 自分自身が成長してるって感じることあるいは感じられることが達成感、えー、と感謝の気持ちとともにやりがいを増していくのかなとでこれをその感じられる場っていうのはもちろんいろいろな企業の皆様の活動を通じてもあると思いますけれどもあの意外に地方での暮らしにこういったやりがいを感じる場が多くなるんではないかなと。 私自身学生の教育を担っていて感じることがございます。でさっきあの園山さんがコメントの中で地方との関わりを持っていくと U ターンしたり I ターンするそういう確率が上がっていくっていうようなことをご紹介されました。で私もあの大学の学部教育あるいは研究室の学生の教育を担っていて。 地域にどっぷり使った学生この学生の中にアイターンに、えー、及んでいく形が結構あるなと実感しておりますそしてその、えー、原動力になってるのは地域において自分自身が当事者として貢献できるのではないかって感じたときにその気持ちが非常に高まっていって先ほど申し上げたような え感謝されたり達成感を味わうことでやりがいへとつながっていくのではないかなというふうに思っております。で、そういうあの自己実現とか承認欲求とかそういうところにえ訴えていくことが若い方の地方移住へのまあ一つあの取っかかりとしては重要になりそうです。で。 あとあの、まあ、こういった非常に何というか使命感に、えー、訴えた移住っていうのももちろん、えー、大事なんですけれどももう一方でですね、えー、例えば高知ではよさこい祭りっていう8月に若い人たちがもう本当に夢中になって、えー、踊る、えー、こういうお祭りがあります。で日本中からら万人ぐらいの方が踊りり子になって、えー、高知事を練り歩くんですけれども このお祭りに参加したことによって移住するあるいは学生がアイターンする、えー、よさこいをさらに踊り続けたいので高知で就職先を見つけていこうよさこい移住って言ってるようなんですけれども、えー、これがですね実際にありますかなり。ですから、あのー、いろんな意味で、えー、役割を求めていくことと同時に自らの 喜び、まあ、これはあの趣味の世界でも構わないと思うんですけれどもそういうところにどん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 若い人たちに関わっていただくことによってです、ね、最終的に学生さんの移住を含めたあるいは異端を含めたです、ね、地方への回帰っていうのが生まれていくんではないかと思います。まもなくあの内閣で地方と東京圏の大学生滞留促進事業が 募集されることになっていきます。で、こういうようなあのきっかけを国も、えー、施策として導入されておりますけれども、まあ、キーワードは当事者意識とドプリスカル。で、ここをですね、えー、ぜひ都会の学生さんにも、えー、より多くの機会を、えー、感じていただき、地方移住へとつながっていただければ幸いに存じます。えー、以上です。ありがとうございました。 えー、ありがとうございました、えー、それでは続いて、産官学金老元および地方移住関係団体を代表されております委員の方々から発言いただきましまずあの日本経団連の副会長、お願いいたします、えー、私からは東京をベースにしている企業として考えることを若干述べさせていただきます。 あの地方で暮らそうっていう時にはおそらくこれ仕事がないと暮らせないっいうのが実情だと思いますからおそらく期待は仕事というのが多分企業に対する期待だろうと思いますあのよくありますように本社機能の地方移転という話はよく出るわけですでただあの企業に訴えますと出てくるのはあの東京でなくてもできるだろうって言われてもなかなか移転のインセンティブにならないむしろ地方だからこそできるっていう そういうういいいものに絞り込まないとダメななととんだろうなと思いますしたがってただ企業の立場で考えますと例えば、えー、研修施設であるとかコールセンターであるとかバックアップサイトであるとかこういうのは東京であってはむしろダメなやつでありますからこういうものに多分絞った形でこうやるっていうのが本当は現実的なんだろうなというふうに思います。ただ、あのー、そそのの際にはやっぱりれれぞれの地方が 東京ではないっていうだけを強調するのではなくてその地方ならではの強みっていうのをやっぱりきちんとアピールしていく努力というのもこれ不可欠なんだろうと思いますそれから企業として考えることでやっぱり地方できちんと暮らしていくための仕事っていう意味であのよく東京で学ぶと帰ってこないって言われます。これは多分地方にあのそれなりの学,学ぶって自己実現をしたいために学んでるわけですから。 それの場所がないいとこを思い込んでるしからないしうのがあると思いますした従って企業としてもやっぱりそれをアピールする努力っていうのも必要だと思いますしそれからやっぱり企業として働きやすい環境あの弊社もやったんですがあのどうしても日本の企業はあのいわゆる総合職一般職みたいであの地方にずっといる人は一般職ですと提携業務しかできませんみたいな構図がよく見かけられますが。 やっぱり地方にいるっていうのは、そのその人の個人的事情でいるだけの話ですから、能力において差はないはずですから、これは地方に限定された総合職みたいな形をもっと定着させる努力、こういうものも必要なんだろうというふうに思います。それから、何よりも、やっぱり東京ベースの企業としてできることで、やっぱり地方企業がより盛んな、よりその発展する企業になるための努力っていうのを、まあ、例えば。 提携でありますとか、そういうものもえっと積極的にやっていく努力、こういうものが多分要請されてるんだろうというふうに思います。次にもう一点だけ申し上げたいのは、えっとある種の問題提起でありますけれども、この地方で暮らそうってこうやります。えっといろんな資料を眺めてえっと思うことですが、住民票上のあの人口にややちょっとそれだけが強調されすぎてるんじゃないかなというふうに思います。 というのが、地方が、これあくまで地方創生のための話でありましょうから、地方が人口を増やすことをゴールにしたら、多分全部の地方が勝ち組になることはありません。え30年後は確実に1億人を切ると言われている中で、ある地方の人口が増えるってうことは、あるじあの地方の人口はより減るってうことであります。 したがってあんまり人口を増やすっていうことだけのゴールじゃなくて私はさっきから出てるようなむしろまあ呼び方はいろいろあるみたいですが関係人口であったり交流人口であったりやっぱりその年に魅力を感じる人その特徴に魅力を感じる人がどれだけ集ってどれだけ交流してるかこういうことを本当はもう少しこうあの強調してもいいんじゃないかなというふうに思います。あのこれだけやってると多分 全部の地方が、えっと、こぞって参加するそういうスローガンからだんだん離れていくリスクもあるんじゃないかというふうに個人的には大変危惧いたしますのでこれは問題提起でありますが少しそういう観点も入れながらの、えー、運動活動にした方がいいんじゃないかなというふうに思います。あの人口はなんか増えることがいいことみたいに言いますが減ったからこそできることっいうの私はあると思いますから。 私も田舎生まれで20万都市が10万年になりましたが10万年になるとかえってできることっつうのは必ずあるはずですからむしろそういうものを探し当てようでそこに人が集うようにしようみたいな運動にこれが昇華していくと私は大変素晴らしいなというふうに個人的には思います。以上でございます。